皆さんこんにちは。改めましてリメイジです。今回はカンナムと高速ターミナルの2つで比較しながら買い物をしていきたいなと思います。私がよく最近行くのはカンナムの地下街の方なんですけれども、カンナム地下街の私のおすすめのショップも皆さんにシェアをさせていただきたいなと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。私の動画では元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅動画も出しておりますので、ぜひご覧ください。それでは早速動画に行ってみましょう。カンナム駅に着きました。12番出口をまっすぐ行って左に曲がっていただくと、すぐおすすめのお店がありますので、そこを紹介していきたいと思います。こういう感じでね、こうパジャマコーナーとかがあって、でここね、アクセサリーショップが向かい側にあるここのお店です。ここがねすっごい私的おすすめなので、帽子とかめっちゃいっぱいあって、だいたい1000円ぐらいから売っています。帽子の種類がすごく多いです。なんか韓国ではこれが今最近流行ってるみたいで、すっぽりかぶる系のやつ、これが流行ってるみたいです。iPhone のケースとかもあるので、 Apple Watch とか、特にね私ここは帽子がおすすめなので、ぜひ皆さん帽子をお探しの方、12番出口出てまっすぐして生きていただくとありますので、ぜひ来てみてください。もう一個紹介していきます。はい、この向かい側にあるこのアクセサリーショップですね、さっきの12番出口出ていただければすぐあるので、ここシュシュとか、あとアクセサリーたくさん売っています。サングラスとかも売ってる。なんかこれジェントルモンスターの形にちょっと似ている気がするけど、サングラスの他にもアクセサリーこんなにたくさん、本当に量たくさんあります。こんな感じでたくさん売っていますので、めっちゃあるでしょここ。あとほら帽子もあるから、ニット帽とか、あとバケハ、もうバケハがねやっぱ韓国はめっちゃ多いんですけど、ちなみにニット帽こんな感じです。これベーシックなものなので使いやすいと思いますよ皆さん。2連のアクセサリーが1300円ぐらいですかね。若干ねなんかねちょっとチェーンがチャッチい気がするんですよね、韓国のやつは。安いっちゃ安いんだけど、チェーンを取り替えたい。細いね、5号ぐらいからのもあるので、めっちゃ韓国はやっぱいいよね、こういう。こんな感じでいっぱいあります。ぐちゃぐちゃすぎて動画じゃ分かりづらいと思うんで、皆さんぜひ来てください。はい、続いてここのお店です。ここはね、11番出口の付近なんですけれども、ちょっとこういうふわふわの生地って意外とあんまりなくて、なんかこうつるんつるんのこういう感じの生地にちょっと毛がファサファサってなってるから、意外とないデザインのものが多いです。あとなんか韓国でめっちゃ見るこれバッグ、このキルティングバッグが結構売ってますね。店舗すごい小さいので見つけにくいかとは思うんですけど、11番出口の目の前です。10番出口の近くにパジャマがあって、マジ激安なんですけど、ここ1000ウォンで、今使ってるパジャマが穴開いてんの使ってんの、もうパジャマを早く買わないといけなくて、これ6000ウォンだからさすがに買おうと思ったんだけど、クレヨンしんちゃん全然好きじゃないけど、これ6000ウォン安くない？最安値なんですけど、本当は無地がいいけど、ちょっと安いのでこれはさすがに買えます。ここね、ここ10番出口のこの近くの下着屋さんの横にあったのね、この広場の近くって言えばいいのかな。超安くない？ここめっちゃねいい買い物しました。早いもの勝ちですこれはさすがに。はい、で携帯ショップいろいろあるんですけれども、ここすごくおすすめなのでご紹介させていただきます。11番出口の目の前にあるこの黄色いお店ですね。ここがiPhone の後ろのアクセサリーが売ってます。なんか韓国しんちゃんめっちゃ人気みたいで、すごくない？このしんちゃんので、これストラップの上にまたこういうなんか可愛いストラップがついてて、これで850円ぐらいですかね、はい、待って、これ私超昔っていうか半年前ぐらいにつけてたの。これ韓国で800円で売ってるけど、タジキスタンで100円で売ってた全く同じものが、すごい。ヨーダとかが売ってます。これでも結構どこにでも売ってるんだけど、ニューニューにもこのシリーズのものは確かね売ってた気がするので、ぜひニューニュー行く人も見てみてください。でここら辺が全部携帯です。すごくない？これずらーっと全部携帯なんですよ。 STFI のこのパチモンも売ってますよ皆さん。これいつも間違えない、アップル、なんて言うんだっけ、ケース、
こんな感じでケース、マジでしんちゃんが人気。ほらもうこれ辺全部しんちゃんですよ。人が多いです。ここは携帯のこのストラップが売ってるんですよ。これが1000円ぐらいかな。で手持ちのものもあるので、私ね細いストラップも2回なくしてる、もう買ってないんですけど、さすがにこのぐらいしっかりしてるやつだとなくさない気がする。やっぱりねストラップ持ってるとめっちゃ楽、海外で旅行してると。こういう小さいストラップは結構売ってるところ多いんだけど、こういう長い紐のやつは売ってないから、これとかももうめっちゃギラギラなんだけど、これがね4000円ぐらいする。こういういろんな種類のものがあります。こういうのもある。携帯ストラップこれ買ったんだけど、短くして腕につけて持つこともできる。この携帯ストラップめっちゃ頑丈そうだから、これにキーホルダーをつけたくて、こんな感じですごいいっぱいあるんだけど、トトロのメイちゃんとかクレヨンしんちゃんもあります。いやメイちゃん可愛いんだけど、ちょっと顔が怖いんだよねこれ。あとスズルはうるさいそうだから、こういう小さいのがいっぱいある。これはねバンコクも負ける量です。でも意外となんかグッとくるものがなかった。ここにスラムダンクがある。高速ターミナルよりもカジュアルっていうかはきれいめ系になります。こういうで、ここもすごい安くて1000円とか、こっちもセール品で全部1000円らしいです。1200円ぐらいですかね。これ安くね、これ1000円だよ。1200円、セットで1200円。黒もある。綺麗めお姉さん系がこういう感じで、これちょっとここは高め、これ5000円ぐらいしますね。という感じでカンナムの地下街を紹介をさせていただきました。高速ターミナル着きました。なんか今日の高速ターミナルは意外と人少ないんですよ。もっと普段だったら人いるんですけど、今日はなんか穴場めっちゃ人がこれでも少ない方です。もっとなんか人がごっちゃごちゃいるので、高速ターミナルって。休憩でコーヒー飲みたいと思います。アイスアメリカーノあるのか、あアメリカーノが1500だから170円ぐらいですかね。高速ターミナルの一番端の方に来るとご飯屋さんと、あとね皆さんあの先にトイレもございますので、めっちゃ大きい。ちょっと休んでいきたいと思います。はい、こんな感じで相変わらず安いんですけど、これとかも1400円ぐらいのパンツですね。ニットと別で1400円ぐらい、ニット単品でも1400円ぐらいで売ってます。ここは本当にカジュアルなものから全部いろいろ売ってます、高速ターミナルは。あとこれニットとかも、まあ、1200円ぐらいですかね。なんか前まで高速ターミナルこうやって一個一個ケースに入ってないかったんだけど、今回すごいちゃんと綺麗に、もう3年の時を経て綺麗にこう包装されている状態である。でここのねお店ね、なんかトレーナーショップなんだけど、めっちゃ可愛くて、このトムとジェリーのこれ可愛い。後ろがこんな感じになってて、あんま失礼だけどちょパジャマでもいいかなと思う。これが1000円とかですね。これのトレーナーバージョンとかもあるので、こんな感じで売ってます。スヌーピーとか他のもキャラクターものたくさん売ってますので、ぜひ来てみてください。はい、ここ本当に帽子の数が多いから、さっきのカンナムのとこよりはちょっとご年配の方の用の帽子も売ってます。服の流行りとか全然わかんないんだけど、襟付きのものが結構ありますね。すごい、なんか高速ターミナル昔よりも若者系の服が結構少なくなったような印象に変わりました。前もっと若者系の服多かったんですけど、ご年配の方のお洋服もすごい増えてきた印象です。この辺とか全部1200円ぐらい のスウェット系なので、めっちゃやっぱスウェットがね楽だよね。なんか年を取るにつれどんどん楽な洋服が好きになってきて、なんかもう窮屈な洋服はもうだんだん着れなくなってくんだよね。飛行機の中でも楽に過ごせるので、なんせ国の移動が多いので、こういうスウェットやっぱ何着も欲しくなっちゃうけど、やっぱかさばるんですよね。ここすごいパンツの量が。はい、ここのお店結構端のお店なんですけれども、生地がすごいしっかりしてるの。いろんなものがたくさんあるんだけど、この形のだけど、これがめっちゃ生地感がしっかりしてて、全部回った中でも一番これのデザインのシリーズがいい。私はアイボリーっぽい色とこのブルーを買います、ね、安いからね。このピンクも可愛いなと思ったんですけど、黒もね無難にいいですよ。これ色違いで1000円なので買います。
ょっとかなり奥の方のパジャマ屋さんに来たんですけど、ワンピースあったけどポケットがついてないのと、あと噛んでね、こういうクマとかついちゃうわけ。もう無地でいいのよ。無地のやつがないね。裏起毛のものが欲しいんですよ今ね。私もちょっと履いてるんですけど、なんか100均とか行った方が安い気がする。少しだけ安いめのアクセサリー屋さんがいっぱいある。ダッカールとかも100円ぐらいで売ってます。100円で売ってますね、ここは。でもあんまり意外とこんなに山積みにある割にはバリエーションは少ないので、この店舗なんですけれども、なんと帽子がめっちゃ安いんですよ。ここめっちゃおすすめです。普通に2000円とかで売ってるところもあるので、ここめっちゃ掘り出し物いっぱいあると思います。私がね、昔大好きだった服屋さんがあるんですけど、そこもねもうなくなってしまっていたので、結構お店変わってるイメージ。あとここのお店は昔からよくあるんだけど、こんな感じです。激安店ね、ここのお店は昔からあります。ここのお店はね、1万ウォンがすごい多いお店なんだけど、ちょっとねやっぱ生地がね薄めなんだよ。これ、ね、ヤング世代というか若者向けのお洋服のところです。ね、結構暑いのでダウン着てると本当に暑い。これで1500円ぐらいですかね。腹張りも多いです。はい、これねダウンといっても中綿だと思うのでそんなに暖かくはないとは思うんですけど、これが5000円いかないぐらいですかね。ダウンのジャケットバージョンもあります。これちょセールになってる、安くなってます。25万900ウォン、25,900ウォンね。もう分かんなくなるわ。パンツもある。これセール中、2000円いかないぐらいです。全部ニット系もこういう空張りめっちゃいろいろあるのがあります。1400円ぐらいですね。ボディが着てるのがこんな感じです。こうやって見ると可愛いんだけど、自分で着たら全然可愛くないことすっごい多いんだよね。このマネキンのスタイルと自分のスタイルが全く違いすぎて、えってなる時が本当に私はめっちゃ多い。スウェット系やっぱなんか韓国めっちゃ多いですね。スウェット系これ1500円ぐらいですね。はい、ということで今回はカンナムと高速ターミナルのお買い物の様子を皆さんにシェアをさせていただきました。動画ねいかがだったでしょうか。どっちもね安いけど、まあ、コンセプト的にはちょっとジャンルの違った洋服がそれぞれ売っていますので、ぜひ参考になったなという方はいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。